村ついていきますが、ここはインサイド潜り込んでのスリー。ああいったプレーどんどん続けてほしい、はい、ここはブルー、まあ、シュート落ちに行っちゃいましたけど、ああいったプレーどんどん続けてほしい、はい、ここはブルーのフェルナンド、ああフェルナンド、ここだけからバウンドパス、インサイド入れてきて、まあ、あ、もったいないです、はい、比江島がボールロスト、そしてブルーのフェルナンド入っていきました。いるファンの皆さんのね、こう声援がどよめきありましたね。ドミンのスキップパス、ミリウィンからのスリー、先頭を受けて、しかし倒れました。アウト、うん、これターンオーバー、これはイージーラン、代表のかなっていうふうに感じますね、はい、代表のかなっていうふうに感じますね、はい、あーっと西田雄大スティールを許した。いや今のもやはりリーチがあるんですよね。ブルーノ・フェルナンドのフローター、ルンダウンからそのパウロ、フェルナンドがスクリーン、ルンダウンのスリー、左上からオープン、富樫と比江島指揮となります。とここは比江島、ただ残して井上、吉井のスリー、滋賀レイクスから期待を込めての代表生き残りを果たしました。リンダウンがスクリーンも使いながらディッシュパス、ブルーノ・フェルナンド、テンマーアンゴラ、ブルーノ・フェルナンドとジョシュ・ホーキンソン、フェルナンド、ホーキンソンのディフェンス、フェルナンド、リバウンドはこれオフェンスリバウンドを許しました。しまいます。ディフェクション許した。これはイージーバスケット、今度は馬場雄大、リフレクション許した。これはイージーバスケット日本です。おお、打ち続けるメンタルの強さを持っています。ディッシュパス、これは見事な、後ろから決めていきました。恐れ入りました富永啓生、アリウープブルーノ・フェルナンド、うん、もう一度ここアンゴラのポゼッションが続きます。オープンの3になってるんでね、はい、うん、そしてここはちょっとイージーなした、うん、ここはオープン、さあどうだ、リバースレイアップ、うん、スチール、ババのスチール、ブルーノ・フェルナンド、おお、ここはさすがアリーナで、ね、できるというのも大きいですし、そうですね、はい、さあ日本残り10秒、アンゴラも最後の最後までベストを尽くします。さあインサイド、馬場が最後は確保、そしてここで試合